デション・トーマスはアメリカ合衆国インディアナ州フォートウェイン出身のバスケットボール選手。身長201センチメートル、体重100キログラム。ポジションはスイングマン。インディアナ州フォートウェインで生まれ、ビショップル・アーズ高校で4シーズンプレーし、下記の好成績を残した。2010年6月11日、12日にはインディアナ州のオールスターとして、 ケンタッキー州オールスターと対戦し、1試合目18得点、13リバウンド、2試合目は28得点、12リバウンドの活躍を見せ、2連勝に貢献した。高校成績2010年から2013年まで、オハイオ州立大学で3シーズンプレーし、113試合に出場し、平均14.4得点、4.9リバウンド、0.9アシスト。 フィールドゴール成功48.2%、3ポイント33.9%の記録を残した。3年次終了時点で NBA ドラフトにアーリーエントリーした。カレッジ成績2013年6月28日、NBA ドラフト2巡目58位でサンアントニオスパーズに指名された。この年のサマーリーグにスパーズから参加し、5試合平均12.4得点。 5.0リバウンド、1.2アシストの成績を残したが、契約には至らなかった。2013年8月16日に、フランスリーグの JSF ナンテレと契約した。レギュラーシーズン30試合に出場し、平均12.2得点、3.9リバウンド、1.1アシストの成績を残した。2014年7月、再びスパーズから、サマーリーグに参加した。 6試合平均10.8得点、3.2リバウンドの成績を残した。8月31日、スペインリーグの FC バルセロナと1年契約を結んだ。レギュラーシーズン43試合に出場し、平均8.4得点、2.8リバウンドの成績を残した。2015年9月28日、スパーズとトレーニングキャンプ契約を結んだ。 2015年10月21日、スパーズは、プレシーズンゲームを1試合残した時点で、トレーニングキャンプ契約のジマーフレデッテ、ユッス・ン・ルイ、キーファー・サイクス、トーマスの4選手をエイーブした。10月30日に D リーグのオースティン・スパーズと契約を結んだ。ユーロリーグ成績得意なのは、スリーポイント、しかし、体重を生かした、力強いプレーが魅力。 ありがとうございます。